五条あからめた顔をまた見せてに対するみんなの反応集。あからめた顔をまた見せては五条から下等目線だと判明。二番は下等の自分自身の目線と、タワレコのフリープレスインタビューより、重い。うほ。軽い。重い。これマジで、ネタじゃなくて、静かな恋のような、あからめた顔をまた見せて、君に触れたい、ブロマンスか？金木犀の花言葉は真実の愛。記事見たけど2番の自分自身の目線って本人崎山さん自身ってニュアンスにも取れた。ああ、歌手の目線か。アニメのことを第一に考えて呪術を読み返すうちにサビが降りてきただからサビのあからめた顔をまた見せては降りてきちゃったんだな。オープニングまるで静かな恋のようなー、エンディングあからめた顔また見せて。ははは、まるでラブソングじゃないか、どう思う？ミスターアクタミ、猫シェイムオンミー、おう？2番は下等じゃなくて崎山さんの目線って意味やで。五条から下等目線って、五条から下等五条目線って意味で合ってる。公式でインタ全文載ってるの出てきたね。うわぁ仲いいなぁ白目。公式配信も確認した、サビのあからめた顔また見せては五条さんから下等さんに対して歌っています。と書いてある。もう公式カプでは、曲作った人の頭の中ではそうなのかもしれないね。また見せて、ね、ふーん。崎山さんは五条をなんだと思ってるんですか？五条は下等のこと大好きなんだなと思ってると思う。五条くらいムッキムキの最強だと下等も可愛い子ちゃんに見えちゃうんだろ。初見の爺さんが近接戦闘が苦手、と誤解してしまうほどか弱い見た目らしい。下等のあからめた顔が想像できなくて逆に生々しいんだが、ガチでできてる。下等だって夏場にはあからめた顔になるだろ、暑いし。普通にあからめた顔というと照れて頬が紅潮したところを連想するけど、若い子が友達とはしゃいで笑っている時に楽しさのあまり神経が興奮して顔に赤みが刺すような情景も思い浮かべれそれもいいなと思った。しかしすごい歌詞だ、ラブソングみたい。めっちゃ笑ったら人って顔赤くなるし二人してバカ笑いしまくっててそういう時の下等の笑顔をまた見せて読みたいよっていうことなんじゃないの。少なくとも俺は友達にあからめた顔見せてと思ったことはない。すぐる痩せた、大丈夫か、の頃にはもうやつれて顔色も悪かったんだろうなぁ、と思い悲しくなってしまった。マジレッスルトレイ館の最後の下等の笑顔は顔をあからめてるのでこういう顔のことじゃないかな。そう考えるとあからめた顔また見せては達成できたんだ。よかったじゃん五条。人の心。ふとかそんなんじゃなくて五条下等の関係好きだわ。オープニングエンディングは五条下等の曲なんだね。笑った顔と勝ちの通った、正気のある顔みたいな感じに捉えた。では作者から出力されるイメソン概念のシェイムオンミーこそが最強最高の二人の関係でよろしいか。歌詞調べてきたらこれ単眼猫的にありな方向性なんだろうなと思った。てか失恋ソングやんけ。日経エンタに載ってる崎山さんのインタビューだと下等の周りの人たちは日常会話で笑う下等や朗らかな笑顔の下等を見たかったはずみたいに話してるから。また心から笑ってる顔が見たいって意味合いだと思う。正直静かな恋のようなとかあからめた顔また見せてとか、そこそこ際どく友情と捉えられる範囲だけど感じるんだけど作者から何か言われた？まあアーティストはロマンチックな歌詞書くからこんなものなのか。日経のインタビューによるとサビの部分は下等の朗らかな笑顔といった可愛らしい部分を見たかったはずなのでってあるけど、合わせると五条は下等を可愛いとか思ってたんか。いや待って可愛らしいって何よ？これ意図的にラブソング感出してるんじゃないか？サクラン。どれも友情の歌としてめちゃくちゃいい曲だけど確かにワードチョイスに独特な感じを感じるよね。崎山さんは知らないんだけど北見達也さんにあまりロマンチック思考な作風のイメージないから意外だった。独特な言葉使ってるけど間違ってはない。だからこそ3年間の青春もすぐ弔いに来たのもある。作者から出されたシェイムオンミーを超えてないのでセーフ。冷静に考えれば笑った顔は顔赤くなるよねとは思うが、なんだろう前例がありすぎるせいかな。まるで恋のようなもシェイムオンミーも単体だとそういうこともあるかで流せてた気がする。もう一個爆弾落としていいか？ Y 劇場版霊大好きでパンフレットも特別版買ったんやがインタビューの音楽ページによると五条と下等が最後に話すシーンで流れる曲は、This is Pure Love やで。当時は気にしてなかったけど、今思うとここでどうして顔をあからめてるのか気になってきた。まあ冷静に考えると思春期特有の恋愛感情にも似た友愛のまま終わったので成人男性同士の健全な友情に変化できなかったを表してるんだろうけど、3つ並ぶと妙な圧があるよね。単眼猫がシェイムオンミー言ってなかったら調子の女よ作曲で炎上してた可能性あったな。そういえば単眼猫はアニメ監修積極的にするタイプらしいがオープニング、エンディング曲も監修したりしてたんかな。五条と下等は友愛にしても色々託しすぎててキモいのでセーフ、善悪の判断基準なんぞ託すな。まあ普通に暗くて正気のない顔じゃなくて昔みたいに笑った顔見せてって意味なんだろうけど、これはそう取られても仕方ない。普通の学生としてバカ笑いしたり怒ったりする自然な顔ってことじゃないのかな。
ブロマンスってやつ。シェイムオンミーが下等に対する曲とは明言されてないから、五条が過去にめちゃくちゃ苛烈に女に振られたことがあるだけかもしれないから。霊はある意味綺麗に消化できたのかもな、お互いに親友として。アニメ描写的に青春できてた頃は年齢相応の反応してた臭いから。綺麗に親友とお別れできてよかったね、死体はもらってくね。過去編後半の正気がない顔やゼロの狂っちゃった顔じゃなくて、青春の中でバカやって楽しんだり喜んだり、可愛らしい年相応の少年らしい血の通った親友の顔が見たいってことじゃないのか。仮に下等が離反せずに高専に留まって大人になってたら多分ここまで互いにこじらせてなさそうでな。俺たち最強なんて恥ずかしいこと言ってたよなぁとかしみじみと居酒屋で語り合うようないい友人関係のままで終わってそう。陸眼を信じず魂がとか言い出す普段の五条には考えられないやべえやつになっちゃった。顔は絡めるって言い方は注釈がなければ基本的には照れて頬紅牛をさせることを指すのが王冠ある。どっちかが幼いとかじゃない同い年だし。歌詞だから文字数や語感の制約があるだけで顔を真っ赤にするような全力の笑顔ってことを言いたいんだろうがちょっと変な風に受け取ってしまう自分がいるんだな。俺はお前なしでは生きていけない。生きてはいるけど青春に囚われたままだから、青春青春うるせえのか。ひょっとして誰に向けた歌であるとしてもシェイムオンミーがイメソンに選曲されてるのはヤバいのでは。ワイはイメソン見た時はそのうち五条を手ひどく振って離れていった元カノが出てくるんかとか思ってたんだよ。ファンブック五条が一人の女性に誠実になるイメージがありません。ふむ。男が作詞してるのがギリセーフ感出てる気がする。五条のイメソンを大下等と受け止めるにしてもお前はお前の友達と一緒に地獄へ落ちろくたばれみたいな歌詞も入ってて。最後に下等に呪いの言葉をかけなかった五条と繋がらないからストレートに全部の歌詞が五条の気持ちとリンクするわけではないと思うな。最後に見たのは土色の顔だったろうから赤らめた顔っていう表現は特に違和感なかったんだけど、いろんな受け取り方があるんだな。五条のイメソンはみんなが大下等ではって思うからざわつくだけで他のイメソンも普通に愛とか恋とか出てるので、イメソンはイメソンであってキャラと同一ではない。血色がいいとか笑いすぎて頬に血が昇ることを指して赤らめるとはあんまり言わないからな。大体周知による頬の紅潮を指すことが多い。五条と下等がそういう関係だったとは微塵も思わんが独特な言葉選びだなとは思うしそこに引っかかる人がいるのは特別変だとは思わん。赤らめた顔って歌詞がある。ちょうどいいからリコちゃんの泣き顔と合わせるぞ。頭フライトンって歌詞がある。ちょうどいいからそれに合わせて頭ぶち抜くぞ。ってこと。単に五条と下等の友愛だろ。めちゃくちゃいいと思う。少年期の友情って恋愛じみたところあるし歌詞にそういうエッセンスがあってもさほど変ではないかな。愛が深くていい歌詞だと思う。また二人で最強やろうじゃなくてまた元気な顔が見たいって本当に相手のことを思ってないと出てこない言葉だよ。公式格として語るのはどうかと思うけど恋愛感情に類似したものがありそうっていうのはいいんじゃない。友愛だろうが恋愛だろうが親愛だろうが愛憎だろうが大きな括りで愛であることに変わりはないし、呪術廻戦って話の全体を通して愛の話でもあるっぽいしロマンチック言葉が散らばっていても何ら不自然さは感じないけどな。青春でいい曲だよね。作詞作曲した人が感じたものを書いたものだからこういう考え方する人もいるんだなって思ったよ。個人的には最強たちだけじゃなくて家入りをはじめその時に関わってきた人たちがいるその青春に恋したって感じがして好きだよ。歌詞って考えるの大変だよね。青の住処いい曲。エンディングの赤らめた顔また見せては下等。五条だと重すぎるし下等。リコちゃんかな?と思って勝手に消化してた。五条、下等?夏バテ虚偽で白い顔して下向いてた時の表情、百鬼夜行でとどめ刺した後の青ざめた死に顔、そういうのと比較して、怒りでも照れでも笑いでも何でもいいから、血の通った生き生きとした顔がまた見たいってんなら親愛でも通る気はする。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。